おで始まりましたチャンネルですね。はい、平田聖也、皆さんこんにちは。誰だ僕は。早稲田音楽塾代表の平です。よろしくお願いします。はい、ちょっと今日ね、はい、平さんに何にも伝えてないで、はい、今さっき撮ってて浮かんだ怖いやつがあるんですけど、はい、なんで予備校講師って YouTuber 嫌いなんですか。そんな嫌いですかね。嫌いでしょ、みんな。みんな使いああ、そうなんだ、はい、まあでもこれね、僕わかるよ。はい、うん、でしょ。まあ僕自分でも YouTube 撮ってるし、自分でも人に教える仕事やってるからわかるんですけど、教育系のまあ YouTuber と言われる人たちの大半はだからまともに入試問題解いたり見たりしてないからですよ。なのに知ってる体でやってるからですよ。ああ、なるほど。うん、そう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 。参考書も実際にその参考書でも俺は実際に参考書やるまでの必要はないとは思うんだけれども、でもなんか本当にその参考書や問題集の良さとか分かってるかというと怪しい人も多いからね。おー、なるほど。うん、他の YouTuber のその動画を見て、へえ、そうなんだと思って自分でもそれ撮ってるやつとかめっちゃ多いからね。結局その辺とかで言うとさ、まあ俺なんか自分で今でも現場に立って生徒の面倒を見ながら、こう生徒から質問を受けたりとかね、こう自分でも処理しきらんやつは森田先生に聞いたり相沢先生に聞いたりとかもしたりしながら、こう生徒がつまずきやすいポイントなんかも見たりしてて、でその問題集の良さとか、なんかみんなが苦手としやすそうなところとかもやっぱ見てて、なんとなくそれで分かる部分であるんですよ。だけど現場感覚ないまま理論だけ語る人っていうのがやっぱ多いのがYouTuber だから、うん、だけど予備校講師って逆に言うともうめっちゃ現場の人たちなわけですよ、うん、もう毎日何個も撮ってたりするわけですよ、うんうん、で今の入試問題に触れて、うん、でそれを現場で教えてるわけですよ、うん、なのになんか現場の自分たち現場ですね。現場です。もう現場もう三現場みたいなもんですよ。ウリアたち、はい、ウリアとかラビエルとかが怒ってるわけです、はい、で現場の、ね、はい、講師たちからすると、まあおめえらが勝たんなみたいな、うん、風になってくるってことだと思うんですね。なるほどね、はい、そうだろうね多分。まあ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 その通りだと思います、うん、そう思ってる人が多い。で結局でも YouTube で発信してる人の方が強かったりするわけですよ。声がでかいんですよ、はい、なのでそれがやっぱり嫌だってなる人は、うん、まあ多いだろうなって思いますね、うん、予備校講師で。まあやっぱ当心で公開授業行くじゃないですか先生たち、はい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 、でその先生たちのアンケートに、まあ、結構 YouTuber の名前が出てくるんですよ。あ、そうなんですか。そうで、まあ、だからアンケート見る先生と見ない先生いるんで、うん、全く見ない先生もいれば見る人もいて、で見る人の話を聞くと YouTuber の名前が出てくると。あ、僕の見てるその YouTuber の先生と同じでしたとか、うん、違いましたとかっていうのが出てくるんだって。やっぱりイラッとするね。そうだから、それに相当やっぱりイラッとする人が出てるっていうのは聞いてますね。なるほどね。でも俺ね、これはね、どっちを擁護するとかじゃないですけど、うん、どちらもなんか必要なことあるかなとは思う。なるほど、うん、やっぱり YouTuber の人は動画でね、視聴数稼ぐのが大事ですよ。それで金稼いでんだから。とはいえやっぱ本当のことを伝えた方がいいとは思うから、はい、まあもうちょっと自分で鉛筆握ったらっていうところはあるし、うん、でも一方で、まあ、予備校の先生たちもやっぱ今の時代これだけコンテンツがあるわけですよ。ちょっと人気発信する必要性はあるのかなとは思ってて、まあ、それこそさ、あのこれ俺さ、今日さ森田先生にちょっとどう思うって持ってきた文章あったじゃないですか、はい、あ、ルールズの中で、ね、うん、ルールズのね、この中のレッスン5にありますよ。画期的なね、発明、まあ、イノベーションっていうものは思いついたりとか、ね、考えたりするだけじゃダメなんだ。それを発信し人にね伝えていく、これがあってこそ初めてそのねイノベーションっていうのはイノベーションたるんだっていうね、そういう文章なんですよ。結構やっぱ素晴らしいもの持ってます。あの昔の予備校講師の人の方がやっぱりレジェンドとか扱いされて個性豊かなキャラクターもあるんだけど、でもね教える能力とかその研究値とかは今の先生の方がずっと頑張ってるから、うん、ずっと高い、うん、だから本当にいいもの持ってるから、だからこそね、まあ、ある意味こう昔の先生たちに合ったものも今必要なのかなって気もしてくるよね、うん、発信力だったり、はいはい、いやまあね、その発信力がね、その昔は、ね、予備校っていうものが集客バーッとしてくれて、で大量に人もいてっていうのでカリスマになれる、うん、で本出せるとかっていうのがあったのが、それが今ない状況なんでね、個、うん、が強くなきゃいけないんで、今個が強くないとね、うんうん、でもそれで言うと森田先生はすげえ個が強かったのに追い出されちゃいましたね。追い出されてないけどね、あ、そう自分で出てったから、まあ、こうは、いや別に俺はそんな強い方でもなかったですけど、ね、まあまあ当時はだけどさ、でも予備校講師なんて個の強い人たちばっかりいたから、うんうん、そんな俺が別にそんな強いわけではない。でも発信力を持ってたじゃない。そうそうそう、あの時はね、うん、それはあの時は今もある。今の方だけどさ、あの時もな、だからその方が絶対来るって読んでたから、うん、でも多くの人はやっぱり踏み出せないんで、予備校師たちって、うん、やっぱり今あるね、家庭があったり暮らしがあったりしてそれを守っていかなきゃいけないんで、なかなかそのね振り切って発信なんてできないし、うん、で今このねレッドオーシャンになっちゃった今自分がこう出てってできるのかって言ったら難しい
し、じゃあね、タダビみたいにこの授業動画出してけ伸びるのかっつったら、うん、伸びないっていうのはね、もう分かってるわけですよ。みんな勉強好きじゃないから、はい、うん、だからね、カリスマがあって自分がすごいんだって言って出てったら、じゃあそれで伸びるかって言われたら伸びない、うん、そういう場所じゃないからね。そう、うわーって言って、どうだ分かりやすいだろうって言ってありがとうございますって来るけど、どうせあの学歴の序列に勝てないんでしょ、動画としてはさ、うん、っていうのがあるんで、やっぱそうするともっともっとやっぱ YouTuber 嫌われるよなって思いますけどね、うん、予備校の先生たちから、うん、まあしょうがないよね。でも俺多分ね、予備校の先生たちも本当はそうなりたいと思ってると思うよ。 YouTuber は予備校の先生になりたいとは思ってないと思うけど、あ、まあそうね、絶対ないね。でもね、あのまあ YouTube なのかどうかはまた別にしてですけど、己を発信して認知させて人気を獲得していく、己の認知と人気を高めていく武器が欲しいっていうのは絶対全員思ってる、うん、それでなかなか難しいっていうのがね、うん、だから予備校に嫌われてもいいと思ってやらないといけないから、うん、だから結局一人も続いてないわけじゃないですか、うん、だから5年目ですけど、うん、5年目でまだ後ろに誰もいない、まあ、でも森田先生はね、ちょっとね、俺特殊だと思うよ。あなたと同じこと真似するの無理なんていうかね、マジでね、あんた病気、本当にあのね、イカれてるもんだってさ、いつも YouTube のこと考えてるじゃないですか、まずね。で、 YouTube だけじゃなくて、こう他の TikTok もそうだしさ、インスタもやるしさ、それこそさ、 Facebook にもさ、ぶちまけるじゃないですか、ね、リンク貼ってるだけだけどね。そうだけどさ、まあ、あらゆるコンテンツをさ、こうなんかくる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 回していくじゃないですか。で、それやりつつもね、それこそうちの和製号に所属してくれたり、武田塾も持ったりとかさ、で、寺みたいなものもやったりとかさ、でしかもさ、普通の予備校講師ほどの数は減ったかもしんないけどさ、うちで夏期講習取ったり授業取ったりとかさ、うん、するわけじゃないですか。でなんなら時々高校とかにも行ったりしてるわけでしょ。まあもちろんその夏期講習中とか、そうでしょ、ほぼほぼ ね、 ね、すごい日数行きますよ。あのね、あんたね、マジで一人かくれんじゃーよ。なんかくれんじゃ古いな。かくれんじゃ忍者忍者古いわ。いや、はい、マジで一人で5人やってるぐらいな感じよ。だからね、まともな暮らしをやってるとか、まともな人間には同じことできないと思うから続けないけど、それがあなたの強みな気はするわよね。そうね、それでもね、好きなことだけやってりゃいいんで、うん、これはそこは困らないです、まあ、でもあと加えて言うと、やっぱその何よりもそうだけど、個人としてのコンテンツ力も強いじゃない、うん、これだけね、英語がね、やっぱりその秀でたコンテンツってなかなか他にはないとは思うから、まあその現場ね、やっぱ現場の強さはあるんで、うん、まあ平さんだってね、その参考書で生徒たちがどこ間違えてるとかちゃんとチェックしてってる、うん、その現場の強さもあるし、もう俺はやっぱね、高校行って現場でまだそのどうしても現場のね、うん、力がなくなっちゃうのが嫌なんで。そうなんだよね、うん、なんていうかこう現場がないっていうのは、あーでもこれもあるかもな。結構ほら予備校の先生って当然だから子が強いじゃないですか、うん、っていう風になってくると、まあ、俺もそれすごくわかるんだけど、問題解いたりとか現場見てないのになんか理論語るのって、喧嘩弱いくせに喧嘩めっちゃ語ってるやつみたいな。なるほどね、うん、それはムカつくよね現場がある、うん、でも現場もいいけど、でも自分で発信できないと今の時代は生きていけない、ね、そうなんだよね。喧嘩強いのはいいけど、ちゃんとリングに上がんないと、うんうん、路上じゃダメなんですっていうかね、うん、そういうのがやっぱあるから、うん、で教育系の人たちも現場には立つことはできなくても、うん、まあ、問題解くぐらいはやってくれと。やった方がいい、絶対やった方がいい。だってね、結構そうみたいな、俺ね最近やっぱ見るようにしてるんですよ、うん、武田塾チャンネル以外を見るようにしてる。なんだろう、ああなるほど、ね、うん、意外と武田塾チャンネルは結構まあほら数字が伸びるやつは真似しようかなと思ってるんですよ。あ、なるほどね、うん、俺はね。でなんならもう俺武田塾チャンネルにちょっと噛みつく動画もいいかなとか思ってるぐらいだよ。まあプロレスでね、あくまでこれはね、こうなんかリスペクト失わない範疇だよと思ってるんだけど、他の YouTuber ってほら武田塾チャンネル以外どれだけ知ってるってさ、なかなか知らない人も多いと思うんですよ。だからそういうのもこう見たりしながらなんだけど、やっぱね、よく問題見てる人と問題見てない人は一発でわかる。ああそうか、ね、であとね、若い人ほどよく見てる。ああなるほど、これも言えるかなと思った、うん、うん。まあ俺なんかはさ、ほら早慶入試と共通テストぐらいはよく見てるから、そのあたりのことをね語っている人なんかの話聞くと、やっぱよく見てるかどうかもう一発でわかるからね。なるほどね、うん、まあ、わかりました。トイック業界すごいある。もう最近だからトイック何点問題とか大学何点レベルみたいな、めっちゃ TikTok とかショートでバカになってくるんで、うん、全然トイックと違うし、全然トイック分かってない。う、ね、もうさ、ツイッター上ももう全然トイック分かってない。トイックによく出る何々とかって全く触れてないっていうのは分かる、うん、でも素人さんは分かんないわけです。分かんない、そう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 。これがまあ同じことで、受験もめっちゃよく分かる。それ素人は分かんないです。 YouTuber が発信してるものと予備高校生が発信してるものの違いが分からないから。分かんないですよね。悲しいかな。結構僕ほら毎回丁寧に内容組むじゃないですか、うん、でまあ毎回それなりにクオリティ高いものを作ると思うんだけど、それでもね、もうね 2,3 年前の動画見てるとね、古ってなるのよ、うん、もう
今違うっていうのがあるんだけど、はいはいはい、昔の動画が余裕でめっちゃ回るんですよ、うん、そうだから新しいの作んなきゃなとか思うもんね、うん、ほんとねどんどん今うちの業界変わってるから、うん、はい、こういうことがあるので実はかなり YouTuber さん嫌われちゃうっていうのはまあしょうがないかなっていう感じだと思います、うん、はい、ということでございました。だからね、ほんとね、ゆきお先生みたいにこうね、ゆうてらでドーンとね花咲かせるというか、また帰り咲いたわけです、うん、大事、ほんと大事なんで、ゆうてらでやりたい方、ただお待ちしております。ぜひ、平さんにご連絡ください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for my chick. 右京先生が日本一に戻ったのはでかいね、やっぱね。まあ、そうだよね。でもそこだよね。だって彼は日本一だったけど、能力は日本一だったけれども、でも他の部分が日本一じゃなかったっていうか。まあね、でもそれを所属先がね、うんうんうん、日本一じゃなくなっちゃう。まあまあそうなんだけど、そうだから日本一って何かねって、やっぱ多分複合的なことなんだろうな。それは知名度だったりとか、伝える力だったりとか、どれだけ見られてるかってこと、好かれてるかってことだったり、まあ認知と人気も大事よね。